ひな鳥ひない地鳥は主に秋田県北部、米城川流域にて古くから飼育されている花金、天然記念物に指定されている。東南アジア、中国など近隣諸国から土日して行った鶏が自然交配して形成していったのが日本各地の地鳥と考えられているが、1951年に出版された書籍は江戸時代に、 秋田県北部の自撮りにシャモを交配した形種が、ヒナイトリとしている。岡田などが遺伝子解析して、ヒナイトリはシャモに近い種と結論付けている。原種ヒナイトリの体の特徴は、首が長くと坂は小さい。明治以降、外国産形種が輸入されたことで、飼育数は激減し、昭和初期には、絶滅寸前の状態にまでなった。夜景に近く、 品種改良もされていない貴重な存在であるため、1942年7月21日には国の天然記念物に指定された。機内鳥は肉質が山鳥に似て風味が良いが、他の鳥と比べると成長が遅い割に繁殖率が悪く、病気にもかかりやすく、周囲の音など環境にも敏感なことから商品として販売するには難しかった。 1972年からは、秋田県勢両取り、比内鳥、金八鳥保存会が中心となり、比内鳥の維持、保存を行っているが、生育数の減少から原種比内鳥集団の遺伝的多様性は減少している。また、遺伝子解析の結果は、日本国内の他の系種とは、品種改良による、系統差より小さく、日本鳥では、優位な品種内文化は、 まだ生じていないとする研究がある。薩摩地鶏、名古屋高鎮と並ぶ日本産、大地鶏の一つである。原種比内鳥は、成長が遅い、体が小さい、大病性に劣るなどの理由で生産性が低く、生産者に敬遠されていた。そこで、秋田県畜産試験場は1973年から、比内鳥を県の特産物とするため品種改良を行い、 ヒナイトリの特徴を引き継ぎながら、食味を維持しつつ生産性を向上させるために、ヒナイトリの選抜有料種、秋田ヒナイトリのオスと、ロードアイランドレッド種のメスを選抜し、諸問題を解消したヒナイジドリを作出した。ヒナイジドリは、オスのヒナイトリとメスのロードアイランドレッドを掛け合わせた一大雑種を品種として固定した品種である。有料な肉質を維持するためには、種だけでなく、 飼育方法、飼料管理も重要である。作出から十数年経過した現在も、飼育特性向上のための研究が行われている。全国の比内地鶏を販売している、飲食店で、比内鳥と表示した看板を掲げているのが見られるが、実際は、天然記念物の比内鳥は市場に出回っておらず、品種改良で生み出された一大雑種、比内地鶏のことを指している。 2007年、秋田県大館市の比内自撮り販売業者が、グループ企業の配取処理業者より普通欄の配取りを仕入れ、比内自撮り加工品として販売する偽装行為を長年行っていたことが発覚し、より厳格な比内、自撮りブランド認証制度になった。歯応えはあるが加熱しても硬くなりすぎず、肉の味が濃い、濃厚な油の旨味など、 ひない鳥の特徴を色濃く受け継いでいる。特に同じく秋田県北部が発祥の霧リんぽ鍋との組み合わせは相性が良く、キリタンセ鍋 Z を販売する業者のほとんどは、ひない鶏の肉とひない鶏のガラスープを同梱している。ひない地方の黒土を主とした土壌は、その性質から鳥を美味に育てるのに非常に適しており、同じ種の鳥でもひない地方で育てると微妙になるという。 かつては、ひないじどりのことを食用であるにもかかわらず、ひないとりとマスメディアで表記されたことが多数あったが、フジテレビ系列の番組、トリビアの泉の2003年12月10日、放送文において、ひないとりを食べると、逮捕されるというトリビアが放送され、その影響で、ひないとりと表記されていたものはすべて、ひないじどりと表記されるようになった。 1985年から毎年1月最終土曜日曜日に、ない鳥にこだわった祭りない鳥の位置が、道の駅ない近郊にある大館市ない町の大館市立ないグラウンドで行われる。食用の鳥の霊への感謝を込めた、感謝祭、神楽などのほか、長さ15メートルの鉄の棒に、被害地鳥を串刺しにして丸焼きにするちわ焼き。 ひないじどりを使ったきりたんぽ鍋など、ひないじどりを使用した料理などが振る舞われる。秋田県北部に生息する声よどり、ひないとり、金八とりを特に秋田三鳥と呼び、声ヨドりとヒナイとは、国の天然記念物に、金八とりは、秋田県の天然記念物に指定される。また、秋田県大館市には、大館郷土博物館に隣接して、秋田三鳥記念館がある。 演奏元避内地鳥に関するカテゴリ、避内鳥の位置に関するカテゴリ、ありがとうございます。